こんにちは。これから茨城オンラインスタディ小学校4年生国語ことわざと故事成語の1時間目の学習を始めます。教科書の80ページを開けてください。国語のノートも使いますので準備をしましょう。準備ができたら再生してください。ことわざと故事成語。ことわざってどんなものか知っていますか？ノートに今日の日付とことわざと故事成語と書けた人は一度止めて80ページの上の2枚の絵を見ながら吹き出しを読んでみましょう。サッカーの上手な竹内さんがシュートを失敗していましたね。すると女の子が、猿も木から落ちるだねと言っていました。どんな意味なのか考えてみましょう。できた人は再生してください。猿も木から落ちるのような言葉をことわざと言います。どんなに得意なものでも失敗することはあるという意味です。ことわざは生活に役立つ知恵や教えなどを含んだ短い言葉です。調子が良くて覚えやすい言い方や面白い言い方が多いので、いろはかるたなどにも使われています。この他にも皆さんが知っていることわざはありますか？一度止めてノートに書いてみましょう。意味もわかる人は一緒に書いておきましょう。また、いろはかるたがお家にある人は、お家の人とかるた取りをしてみても楽しいですね。次に81ページを見てください。一度止めて教科書81ページの上の4枚の絵を見ながら吹き出しを読みましょう。昔の中国の戦場のようです。二人の兵士は飛んでくる矢が怖くて逃げたようですが、50歩逃げても100歩逃げても逃げたことには変わりはないと言っていました。どんな意味なのか考えてみましょう。できた人は再生してください。このような話から、50歩100歩という言葉が生まれました。これは少しの違いがあっても、ほとんど同じだという意味です。読み方は、50歩ではなく、50歩ですので、間違えないように気をつけましょう。このように故事成語とは、主に中国の話が元になってできた言葉です。
この他にも皆さんが知っている故事成語はありますか？一度止めてノートに書いてみましょう。意味もわかる人は一緒に書いておきましょう。では、今日の学習です。ここで一度止めてノートに書いておきましょう。単元の目当て、覚える必要がある大事な言葉、活動のゴール、この単元で身につけたい力です。今日はことわざと故事成語がどんなものなのかを学習しました。学習の最後にはことわざ故事成語ブックを作りますので、次回からはいろいろなことわざや故事成語を集めて意味を調べたり使い方を考えたりしましょう。ことわざ故事成語の達人になれるよう次回からの学習も頑張ってください。これで茨城オンラインスタディ小学校4年生国語、ことわざと故事成語1時間目の学習を終わりにします。次回はワークシート、ことわざと故事成語2を使います。また、国語辞典やことわざ辞典も必要ですので、準備をしておいてください。お家にない人は、今度学校に行った時や、近くの図書館で借りると良いでしょう。では、これからもイバスタを見てくださいね。